モンテクリスト島は、ティレニア海に浮かぶイタリアの島。トスカーナ群島に属する島の一つで、イタリア本土とコルシカ島の中間、エルバ島の南約4 0トルに位置する。イタリア語で、キリストの山を意味する。この島は、デュマの小説、モンテクリスト博の舞台として知られる。島は、自然保護区に指定されており、入島には許可が必要である。 北側から見たモンテクリスト島モンテクリスト島は海底から起立する火山の頂上部にあたり最高地点はホルテッツァ山であるこの島は渡り鳥が羽を休める場であり独特の動物賞植物賞を持っている周辺の海域にも豊かな生態系があり1970年代の終わり頃まではアザラシさえ見られたモンテクリスト島を含む 群島一帯はトスカーナ群島国立公園に指定されており、島は自然保護区になっている。島の西側のコラマエストラの入り江に面して19世紀半ばにイギリス人によって建てられた別荘がある他には廃墟とかした中世の修道院跡があるばかりで、集落はない。森林警備隊から派遣される管理人が一週間ずつ交代しながら2名へ常駐しているのみである。 入島には許可証が必要であり、公共交通機関がないために、アクセス方法も個人的なヨットなどに限られる。行政上はトスカーナ州リボルノ県に属しており、約4 0トル北に浮かぶエルバ島の中心コムーネポルトフェッタアイオの管轄となっている。古代にはオギロッサと呼ばれた。中世にはこの島に3ミリアの修道院が建てられて、 信仰の島となったが、16世紀には、オスマン帝国の海賊の襲撃を受けて、修道院は衰退し、19世紀前半までには、廃墟となった。デュマが描いた、莫大な財宝の物語はフィクションであるが、この島には海賊による破壊と略奪から免れるため、修道士たちが財宝を埋めたという伝説があった。イタリア統一後の一時期、この島は、 流刑地として使われたこともある。この島は1896年、ビットーリオエマヌエーレ3世とエレナヒの新婚旅行の最後の訪問地となり、1899年にはビットーリオエマヌエーレ3世のためのご用領場として、金領区となった。金領区の制度は、1971年にこの島が自然保護区に指定されるまで続いた。モンテクリスト島は、 アレクサンドル・デュマ・ペールの小説、モンテクリスト博の舞台となったことでその名を知られている。無実の罪で投獄された主人公、エドモン・ダンテスは脱獄に成功してこの島に隠された莫大な財宝を手にし、モンテクリスト博を名乗って自らを陥れた者たちへの復讐に乗り出す。主人公が島で財宝を探索する場面があるが、 同作品における島の描写と実際の島の状況は必ずしも一致しない。ありがとうございます。